しました。皆さんこんにちは、小山純一です。よろしくお願いします。今日はみんな白黒らしいです。白黒でいきましょう。ね、日焼け皆さん対策してますか？僕は朝起きたらちょっとね、皮がむけてましたよ、もうまだ5月なのにね、日焼け止め塗ってきましたけどね、焼けるもんは焼けるんで、もう小麦色になって楽しい夏にこれからしていきましょう。よろしくお願いします。今日も楽しんでいきましょう。小山純一です。よろしくお願いします。
届けしました。ありがとう。ありがとうございます。改めまして小山純一です。よろしくお願いします。すごいいい天気じゃない。ほとんど雲もなく、とてもとても気持ちいいです。デーカイフェスに来てる感じですね。本当にね、フェスカフェですから、今日一日ね、ぜひぜひ楽しんでいきましょう。今日の日にふさわしい歌を、スカイブルーという歌をお届けします。この歌に合わせて僕はね、青を着てきましたからね。ぜひ来てみましょう。ありがとう。一緒に楽しもう。
改めまして小山純一です。よろしくお願いします。チラシがあるのでもらってくださいね、ぜひ。あ、いいねいいね、ありがとう。最前列ゆきねちゃん、ありがとう。あ、ゆきねちゃんだね、ありがとう。名前書いてあるね。恥ずかしい。帰っちゃった、帰っちゃった。ありがとう。ね、自己紹介してね、仲良くなりましょう。小山純一です。古い山です。あの、小さい山じゃないよ。古い山に潤い地山水の門構えの純一です。ぜひね、顔と名前と声を覚えてください。よくね、本当に戸塚歌いに来てますから、ぜひぜひ、覚えて、また一緒にライブで、ね、音楽楽しみましょう。戸塚はですね、もう本当に大好きで、ずっと実は毎週来てます。昨日もいました。3月3日にそこ桜プラザホールで、の大ホールでね、450席あるでっかいホール、綺麗なホールで、戸塚の歌を決めようというコンテストがありました。そのコンテストに向けていっぱいいっぱい準備して、お帰り、いっぱい準備してですね、本当に皆さんに、応援していただいたおかげで、無事にグランプリをいただきました。ありがとうございます。最後はその曲を、お届けしたいなと思います。戸塚のことをね、本当に大好きになって、去年の夏ぐらいから毎週来てまして、大好きになって戸塚に来る途中の本当横須賀線に乗ってる時にこの歌を書きました。その窓から見える景色とか、あの、出会った人たちのことをこう思い出しながら、この歌を作りました。すぐ後ろ、柏川が流れてますね。その柏川、そしてそこに咲く桜、そしてこの街に暮らす、みんなのことを思ってこの曲を書きました。一番新しいシングルからこの街という曲を最後にお届けします。最後まで楽しんでいってる小山純一でした。ありがとう。いつもの団地と青空。
中を駆け回る生まれた街じゃないけどいつの間にか愛してたカシオが輪の流れ見てたらキュリアの人この街をお届けしました。ありがとうございます、3曲短い間でしたけどね、本当に本当にみんなで、楽しい時間が過ごせて嬉しかったです。ぜひ今日の思い出にこの曲の入った CD もありますので、ぜひぜひこの後すぐサイン会しますので、サインと日付の入った CD はね、このように1枚しかないので、お名前の入った CD はなので、ぜひ今日の思い出に、ゲットしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、最後までフェスカフェ楽しんでいってください。小山人生してまた会いましょう。ありがとう。